マーティン・リーチは、イギリス出身の実業家である。5歳の時から自動車に興味を持ち始め、12歳の頃より、レーシングカートに参戦、ヨーロッパチャンピオンを獲得している。大学で、自動車工学、経営学を学んだ後、1994年に、米国フォードに入社。1996年には、フォード参加となった松田に、移動。 商品開発本部長を務めた。その際に、フォードの上層部が告げた、ロータリーエンジン開発の中止に対し、試作エンジンを搭載した車に自ら試乗して、交換職を得、上層部に開発継続を進言している。2000年には、フォードのヨーロッパ部門の社長に就任し、数々のフォードグループの企業や、他の自動車メーカーと関わりを持った。 また当時 F1 部門として活動していたジャガーレーシングの支援やカスタマーエンジンの供給などに関わっている2004年にフォードグループを離れフェラーリ参加のマセラティの CEO に就任2005年に自動車関連のコンサルティング会社としてマグマグループを設立モトアローズの施設を所有していたメナードエンジニアリングを買収し その施設を借りて活動していたスーパーアグリエフ1と関わりを持ち始める。2008年には今後の資金調達を目的としていたスーパーアグリエフ1の株をドバイの国営投資会社ドバイインターナショナルキャピタルの投資資金を活用して取得し参加に収める基本合意に達した。同チームのオーナーである鈴木アグリのチーム代表職を存続するほか。 ドライバーである佐藤拓馬の継続企業、ホンダとのパートナーシップを継続した上で、写真開発用の施設、人材の確保、さらにチーム活動の資金などで支援を行う予定であった。しかし、前述のディクが資金投入を白紙撤回したことにより基本合意は破断となり、資金的に窮地に陥った。 スーパーアグリは2008年5月6日に F1 からの即時撤退を表明する結果となってしまった。2015年には中国の新興電機自動車メーカー、ネクスト e v の社長に就任。同社のフォーミュラ E チームの代表も務めていたが、2016年11月1日、ガンで死去したことが発表された。59歳没。ありがとうございます。